クレイ・ホーランド。夢を抱いた猫好きなニューヨーカー。運命的な出来事によって美しくも残酷な異世界アーシアに転移され、彼女の人生は大きく動き出す。アーシアにたどり着いたフレイの腕には意志を持つ魔法の腕輪が巻きついていた。この世界でフレイは強力な魔法を放ち、自由に大地をかける能力に目覚める。かつては善良な統治者だったが、今や悪しき魔女となったタンタたちの暴虐に苦しんでいたアーシアの人々はフレイに最後の希望を見出す。救世主になるつもりはなかったが、じっとしていては帰る方法を見つけられそうにない。不本意ながらフレイは冒険に踏み出していく。やるなら今だ。敵との距離を取って冷静に行け。分かったから、ちょっと黙ってってば。来るぞ。くそ。OK。覚悟しな。こいつで焼き尽くすよ。よし、仕留めろ。命中。さあ、これはどう？
扉の先には想像を絶するほどの美しい光景が。それってベッドのこと？何かあったか？いいものを拾ったな。もうそろそろ行くか？どうだろう。もうちょっとだけ寝たいかも。だらしないな。あくびくらいさせてよね。そうだといいんだな。よっ、今だ、狙え。よっしゃ、行くよ。ちゃんと避けろ。がいるね。なあ、じれったいな。少しおとなしく待ってろ。止めてやれ。オッケー、任せて。うまくいらせ。これじゃ
なんないわ。まだ余裕そうだな。よっ。聞いてないみたい。 OK。 もう少し離れてみたらどうだ。賛成。調子はどうしたんだ。体の力が抜けた気分。体が軽くなった気がする。なら安心だな。かかるやつだな。いいじゃん、どうせ暇でしょ。にゃっ。イエーイ、やった。ねえ、ちゃんと見てた。ああ、もちろんだ。多分ね。大丈夫、すぐ終わるでしょ。だといいかな。やばい、なんかやばい。見るからだ。OK。 うまくいったな。だよ、動けないはず。
やれ。わかった。準備ができるまで待て。ああ、時間かかりすぎ。気を抜かないようにな。抜けるような状況じゃないって。来たぞ、ロース。できるだけ敵の攻撃を避けろ。無茶言わないで。時間の無駄だからね。
何もないよりはマシか。お前が言うなって。このぐらい軽く片付けられるだろう。楽勝。今だ、やれ。分かった。まあ、寄ってこないでよ。疲れたみたいかな。このぐらいの相手で満足はしてないよな。まあちょっと物足りないよね。少しばかり数が多いか。これくらい余裕。そうか、知らない程度に行けよ。